皆さん、ボンジュー、パリオエルです。今回の動画ではつい最近私の身に実際に起きた出来事でちょっと危ないなって思うことがあったので、注意喚起の意味も込めて皆さんにシェアをしたいと思います。で、何が起きたかと言いますと、普段から気をつけていることではあるんですけど、釣りの未遂に遭いました。で、まあ、未遂だったので何も取られたものは結果的になかったんですけど、っていうのも、普段から私かなり注意をしていて、スリ防止のカバンを使ってるんですよね。普段スリ防止のカバンを使っているにもかかわらず、そういった未遂が起きてしまって、その経緯と場所とその後に起きた出来事などをちょっと詳細に話していきたいと思います。で、その日は私はスーパーに買い物に出ていて、普通に食料品の買い物をして、その帰りにメトロに乗ろうとしていました。場所はピラミッド駅です。その辺りには日本食レストランだったりアジア系のスーパーがいくつかあるので、その辺りで買い物することは多いんですけれども、その日も普段通り買い物をして電車に乗ろうとしていたところでスリがいました。で、ちょっと普段私が使っているカバンをお見せしたいと思うんですけど、普段買い物行くときはこういうリュックサックを使っていて、で、防犯なんですよ、こちらが。っていうのが、こっちの背負う背中の方の部分にこうチャックがついていて、ここに背中がこんな感じでこう。チャックが内側に来るので、基本的には外からだと何もできないんですよね。こっちがだから後ろから見たらこんな感じで、ここチャックが2つついてはいるんですけど、ちっちゃいポケットになってて、ここ普段何も入れてないんですね。なので大事なものはこの内側のチャックがある方に入れてるので、背中に面した部分であればまず物は取られることがないかなと思って、なので普段の買い物行く時なんかはこういう風な防犯のリュックサックをしてリュックサックで行くことが多いんですけど、その日もこのバッグをつけてたんですが、スリがいたんですよ。で、普段からスリにも注意してるのですぐに気づくことができて、シチュエーションはその駅構内で電車に乗るプラットフォームに降りるまでの階段が本当に少ない何段かだけあるんですけど、そこを降りている途中でなんか背中あたりもぞもぞするなって思ったので、って言っても本当に 2,3 段の間での出来事ですね。ちょっと 2,3 歩は歩いている間になんかゴソゴソって誰かが触ったような感じがしたので、すぐにこう後ろというか横を見たんです。そしたら女性の方でちょうど私の真後ろ背中のここのところにリュックがこうあったら、この辺りをゴソ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 していたので、すぐに睨みつけてというかすぐに見てその人を、で見た瞬間何も言わずにその人はさっと手を引いて私を追い越して階段を降りていったんですよ。で、ただその人たちが2人組で、その後ろに男性の方が、パッと見なのでカップルみたいな2人だったんですけど、男性の方がもう1人ついてて、で私が気がついたのが本当に一瞬で気がついたにもかかわらず、少しだけチャックが開いてて、でもしかしたら多分あまよくばその男性の方も女性の次に狙ってたのかなっていう感じで、女性が降りた後私はすぐにパッと開いてるのを確認したのですぐに閉めて、そのまま階段も降りて、そしたらもう一人いた男性の方も諦めたのか私を追い越して、というか私が2人組だってすぐさま気づいたので、2人が追い越していくのをまずちょっと見守ったんですよ。で、2人が私より前に出てから私も階段をそのまま降り続けて、で、その時ちょっと、軽いショック状態ではあったんですけど、久しぶりにターゲットにされたので、で軽くショックではあったんですけど、それと同時に怒りもすごいあって、でいつも狙われるとやっぱり腹が立つんで、なぜか私つけてそのプラットフォーム上でずっと2人のすぐそばというか、一定距離は離したまま2人がいなくならないように見守ってたんです。何も
できないのはもちろん分かってるんですけど、ちょっとその怒りというか私はスリだって分かってたので、もしその人たちが他の人をターゲットにしようとするならば、すぐに私がこの人たちはスリだよっていう風に注意喚起ができると思って、とりあえず次の電車が来るまではその2人を私はずっと視界の中に入れて見ていました。で、2,3 分後に、乗りたかった次の電車が来て、で実際電車に乗り込んだところを乗って、そこでとりあえず自分の持ち物に何も取られてないかっていうのを確かめようと思って見ようとしたんです。で見ようと思って席に座ったところ、今度は別の男の人が私に声をかけてきて、でその方が、見た目がアジア人だからかもしれないですけど、最初英語で話しかけてきて、でそのスリの未遂にあった、かつ今度は怪しいフランス人が私に英語で話しかけてくるから、今度またそれが共犯なのかなとも思ったし、ちょっと若干まだそのショック下にあったので、この人何言ってんだろうと思って話しかけてきたけど答えなかったんです。そしたらすぐそばにいたフランス人の噂に向かってその人が話しかけて、通訳してくれませんかみたいなことを隣の人が言ってるので、そこでこうハッとして、いや私フランス語喋りますけどっていうのを直接答えたら、今度は自分は警察官だって言い張るんですよね、その男の人は。で自分は警察官で、あなたがすられかけたのを見たと。で多分君も気づいているだろうけど、2人組はスリで、階段であなたのカバンの中のものを取ろうとしていたのを実は後ろから見ていたんだというふうに言われて、でもちろん警察の手帳というかカードを見せられて、ただその時私もその人が本当の警察官なんかっていうのは、どうやったらわかるんだろうと思いながら話を聞いてて、かなり疑った目で見て、それが多分相手にも伝わったみたいで、自分は本物の警察だから安心してっていうふうには言ってきたんです。ただそれでもやっぱりそんな状況下だったので、すぐには信じられなくって、そしたら最終的に腰の位置にあった、銃を見せてきて、これで信じてくれるって言って、で、確かにフランスって一般人が銃を携帯することは禁止されているので、本当の警察官なのかなとはそこで思ったんですけど、それでももし本物じゃなかったらってことを考えたらめちゃめちゃ怖かったし、で、とりあえず向こうの言い分は何なのかと思って、何ですかって聞いたら、何も取られてないかを確認しろっていうふうに私のすぐ横でそれを言ってきて、でもちろんその間も電車は動いてるので逃げられない状態で、ただ目の前でカバンを開けてちょっと暴力的な人だったとしたら、その場でこうカバンを開けた瞬間バーって持っていくかもしれないとも思ったし、結構その一瞬でいろんなことを考えて、もしそれで物持っていかれたらそれはそれですごい悔しいなと思ったので、すぐにはそれをしなかったんです。でもその間に何も取られてないかはすぐに確認してほしいっていう風にすごい真剣に言ってきて、で隣のフランス人のおばちゃんもそれを聞いてて、ただその方は私にはもう関わりたくなかったみたいで、何にも話もせず完全に空気みたいな感じでいたんですけど、とりあえず私も何か取られてないかだけは次の駅に着くまでに手遅れにならないうちに確認しようと思って、もう本当に自分の手が入るぐらいの大きさ、本当にこれぐらい、少しだけこの距離ですね、見えますかね、このぐらいだけ開けて、こう自分の中で全部大事なものだけをこう確認したっていう感じで、そしたらお財布もちゃんとあったし、携帯電話もあったし、それぐらいしか貴重品入れてないので、その方にも伝えたんですよ、その警察っていう方に。で全部とりあえずありますってことを言ったら、すぐに誰かに電話し始めて、でとりあえず物は全部あるらしいみたいなことを言ってるんですけど、まだその時は私も共犯って疑ってるので、その人が電話している時にちょっと遮っておかしいなって思ったポイントを伝えたんです。っていうのが、もし私がすられかけてるのを知ってて、それをずっと階段で見ていて本物の警察官なら、なんで先に私に声をかけるんだろうっていうふうに思ったわけです。で普通だったらスリに直接スローとしてただろうっていうのを、ね、言えるかなって思ったので、なんで先に私に声をかけたんだろうっていう、そこがちょっと不思議だったので、向こうが電話してるのを遮ってそのことを聞いたんですよ。そしたら自分は多分おそらく私服警官だったんですけど、私服警官で他にも何人かこの辺りに
同僚がいて何人かで見回ってるから自分は一人じゃないんだと言われて、だから、まあ、不安かもしれないけどとりあえず自分たちに任せてくれみたいなことを言われたので、もうそこからは黙って、でちなみに私が降りないといけない駅が近づいてきてたので、もうしょうがなくその駅で降りたんです。そしたらたまたま警察官も同じ駅で降りて、かつその時にスリも降りたのかまではちょっと見守れなかったんですけど、おそらくスリもそこで降りたと思われるので警察官も降りたんだっていうふうに思いました。で、まあ、連絡先も聞かれずそのまま警察官はいなくなって、スリも姿形見えなくなって、私もただ家に帰りたかっただけなのでそのまま駅乗り換えて家に帰ったんですけど、ちょっとそんな出来事があって、やっぱ軽くこうショックな状態にあると警察って言われてもちょっと信じられないし、その警察って信じられる要素っていうのが自分でも見つからなかったので、怖いし危ないなっていうのをすごく感じました。ただ今思い返せばピストルを見せてきたのは、あれは私に本当だって信じ込ませるために見せたものだろうし、あれは多分本物の警察官だったんだなとは思います。で、まあスリの人たちってすごく、まあ、プロはプロなので本当にわからないようにチャックを開けられるんですよ。なので本当にかなり注意してないといけないし、人混みの中でちょっとゴソゴソって当たるぐらいの感覚でチャック全開にしてる人とかもいるので、もちろん気づいたら私もそれを旗から見て気づいた時には言うようにもしてるし、自分でも気づいたら言うし、で大体フランス人も気づいたら取られてるよみたいなの言ってくれる人が多いので、周りに人がいたらいいんですけど、ただ逆にすごく人が多くて密集している場所ではゴソゴソってやられててもどこからも見えなかったりするので、そういう時も気をつけてほしいとは思います。そうですね。で、まあできることって言ってももう限られてはくるんですけど、まず一つはとりあえずこういう私が使ってるみたいな内側にチャックがあるものであれば、ここと体の間に隙間がほとんどないのであれば、だいぶ安心して使えるとも思うし、まあ、実際私もかなり余裕がないように締めて使ってはいたのにこういうことにあったので 100% 安全とは言えないんですけど、普通のカバンを使うよりかはこういう防犯のリュックを背負った方が安心かなとは思います。それともちろん貴重品に関して特に身分証明書だったり、まあ、日本人の方だったらパスポートなんかは必ずコピーは取っておいた方がいいと思います。そしてそのコピーを持ち物とは別で持っておくっていう、あとは日本人だとやっぱり旅行中だったらおしゃれもしたいと思うし、ちょっといいレストランに行く時なんかはもちろん気をつけて服装も行くと思うんですけど、そういう時はあまりメトロを使うよりかはタクシーとかの方が安心かなとは思います。その方がスリに遭う可能性はだいぶ低くなると思います。それでも可能性の話で、まあ、降りた瞬間にスリの集団に会うなんてこともありえなくはないので、本当気をつけて対策をするっていうことが一番なんですけど、まあ、残念なことにパリの街はすごく綺麗で観光するものも多いのにスリは多いので本当に気をつけてくださいっていうお話です。今回は私も未遂に終わったので本当何も取られてなくて、それが不幸中の幸いではあったんですけど、常に気を張ってないといけないなっていう風に私も気づかされました。なので、まあ、もうすぐこう規制なんかももっと緩和されて日本とフランスの旅行がもっと気軽にできるようになったら、日本からも皆さんパリの旅行してほしいなとは思いますけど、本当にスリには気をつけてください。ということで今回の動画はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございます。この動画が良かったらとかためになるっていうことがあれば嬉しいです。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。アープリュース!